チャンネルこんにちはいすも申し忘れちゃうんで今ちょっとね今日はですね、はい、ドラフトも終わりましたし12球団別のドラフトの評価もやるんですけど、はい、まずちょっとこれはねみんなに分かっておいてほしいっていうことを、はい、ドラフトを受けて、うん、今日はね語りたいと思います。 その前にですね、はい、あのちょっとあの謝罪したいことがありまして、あ,あの、ね、ドラフト戦略の時にですね、<っ>あの、日本ハムを最下位と何度も言ってしまって、はい、あの、5位なのに最下位にして、あの、オリックスの方々からは、オリックスがいなくなったっていうふうに言われてですね、はい、あの、ちょっと思い込みが激しいもんで、あの、日本ハム関係者の皆さんと、オリックス関係者の皆さん、本当に申し訳ありませんでした。はい、あとですね、はい、あの、 オリックスに FA したのはですね、マスイ投手なんですけどね。な,なぜか松田っていう、西部の松田のね、はい、あと、ロッテの松田のイメージが先行しちゃってですね、はい、がっつり意をで、イオだ、ではっきり間違えてまして。いや、私も高校の先輩なのに、<laughs> あれ、松田とあれあれみたいな感じ先生してくださいよ。いや、そう、ごめんなさい。でも、解説者ですから、正しいってね、こう、思い込んじゃうところもあります。<laughs> すまそうですね。あの、本当に、松井投手、並びに、ファンの皆様、はい、オリックス関係者の皆様、本当に、 申し訳ありませとですね、これは僕のミスじゃないんですけど、ソードバンクに入った海の選手、僕が正解してるのに、編集で何度もバツバツってばっかり出てですね、僕があたかも間違ってるような編集にされてしまって、僕にも失礼ですし、海の選手にも失礼ですし、本当に編集の方、どうにかしてくださいと、並びに皆さんご迷惑をかけました ございません。今後はですね、あの、全員でですね、あの、間違いを、その、事前に、修正してですね、はいはい、皆さんに、あの、編集、あと発言、記録、などなど、あの、ご迷惑をおか ね、かからないようにしますんで。はい、あの、今後もよろしくお願いします。お願いします。ただちょっとあの、多めにも見ていただいて。<laughs> そうですね。あの、笑ってやってください。気がつかないとこもあるんですよね。そうなんですよ。気がつかない時もあるんですよ、これね。<っ>この前のあの、ジャイアンツをね、ベストラインの時に、はい、里崎智也のね、あの、ザキがザになって、里崎崎智也になってたんですけど、そんなのね、まあ、そんなのって言い方もおかしいんですけど、はい、あの、まさか間違うと思ってないじゃないですか。<laughs> <laughs> 里崎チャンネルで、里崎を編集の人が間違うって、まさか思ってないですよね。<laughs> そうですね。だからそんなとこ、<laughs> はい、そんなとこって言い方もいいかもしれないですけど、 あの、はっきり、さらっと見ちゃって、あの、後々、皆さんからのコメント欄で気づくっていう。そうなんですよ。でもな、前も言ったじゃないですか。はい。あの、お互いミスあると。そこは教え合って、助け合って、このチャンネルを伸ばしていこうっていう、はい。やっぱ精神でやっていきたいんですよ。だから、あの、間違いね、間違いで、あの、正してもらって十分なんですけど、はい。あの、僕も人間なんで、優しくお願いしますね。そうですね。まあ、皆さん結構優しい方多いですけど。そうそう、はい。本当に、はい。本当にね、あの、 これからも頑張っていきますんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、そのドラウトが終わってですね、うん、佐々木ね、ロッテに入ってですね、はい、いろんなところからですね、育成大丈夫なんかっていう声とかも聞かれますけど、はい、もうふざけんじゃないよと。うんお はい。これはもう声を大理にして言いたいんですよ。ええ。某球団の方が育成しっかりしてるからかったんじゃないのかとか、某球団の方がいいんじゃないのかとか、ね。いろいろ聞きますけど、なめんじゃねえよと。本当に。育成力ない球団、ありません。おー。全、12球団、全球団育成の、育成能力ありますかあ、そう、ま、え、じゃあ、そもそも、育成って何やねんっていう。育てる。育成、育てる。育てるでいいんですよね。 マレンズ、福浦選手、ドラフト7位、二松強し、200本安打打ちましたけど、成瀬投手、タイトル取ってますけど、ちなみに僕、WBC 優勝、ベストナイン、育ててもらってますね。でしょ、その、育成って何を指して育成なんやっていう、そもそも、高校生でも成瀬もそうだし、二松ね今江とかね。 育ててますよ。ケチ。しかも最近だったね。まあまだこれは、あの、スタートラインしたばっかりなんで、未来どうなるかわかんないですけど、どうって言うと、岩下ね、種市ね、二人とかね、こういう高校生出身の選手だって伸びてきてますよ。今後もしかしたらね、今年2軍で活躍した安田、ね、もしくは去年ドラフト一の藤原、平沢大河とか、これから伸びていく可能性も十分あるわけな。 選手たちもいるわけですよ。育成がないって、育成ってなんやねんって。<laughs> 多分、ファンの皆さんって、こう、印象で言ってるとは思うんですよ。はい、私もその印象があったのは、大谷翔平選手とか、あれだけ騒がれた選手を、しっかりと崩したり、壊したりもせずに、<ー>メジャーに送り出したっていうところで、あ、日ハムってなんか育成うまいのかなみたいな。そういう感じとした育成。そういう感じそういう感じ全体的に。<laughs> え、なんかそう思いませんか思っちゃうんですよ。メジャーね。はい。 よじゃあメジャー行ったのが育成がいいとしましょう。じゃあちょっと12球団探しましょう。メジャーね。じゃあ日本ハムね。あリウから。じゃあ日本ハムだとダルビッシュね。いますね。大谷。で、田中健介もいますし。これまで全部名前言ってたら忘れてたら困るんで、途中でやめます。わかりました。あと立山さんも言ってますからね。楽天ね。まあまあ、こすよね。岩隈投手もそうです。そうですね。ロッテですね。西岡強し、で、薮田小林正衣でいますよね。 じゃあ、セーブ。セーブ。松坂大輔。お松井和夫さん。で、まあ、最近だと、牧田とかね。菊池雄星もいますオリックス、雄一郎さん。で、長谷川さん。平野投手平野投手ね。もう、いるじゃないですか。ソフトバンク。和田とかもいるし、育児さんもいるしね。ョー。城島もいるしね。で六6球団いましたね。今。あ、じゃあ、パ・リーグ6球団。育成能力あります。メジャー行けばいいんだとね。しかも、その選手たちは全員ね。 生え抜きっすよね。ジャイアンツはね、上原さんですよね。松井秀喜さんもいますよね。ね。ダクルトはね、青木ですよね。高須さんもいるじゃないですか。横浜はもちろん大魔神佐々木さんですよね。あと斎藤隆さんとか。で、今回筒子が行くじゃないですか。で、中日は福留ですよね。川上憲伸さんも行きましたよね。阪神は藤川球児ですよね。広島は黒田さんじゃないですか。あれ ?12 球団いますね。 そうですね。メジャー出てますね。出てますね。しかも、今僕が言った人の名前全員生い抜きですね。はい。育成能力ありますね。わあ。ってなるじゃないですか。そうですね。それで言えばね。はい。育成能力ないってなんやねんっていう、うんい。今言っても、じゃあメジャーに起こり出すのがいいんだったら、こうじゃないですか。はい。ただ、あれでしょ世の中の人は、そのメディアが取り上げた、ビッグネームが、後々活躍したかどうかだけで、 育成能力あるとかないとかいるんですけどそもそも全育成能力あるんですよ今年最下位のオリックスだって山本由伸山岡最近だったら榊原とか慶鈴木ピッチャー出てきてますし野手でもね福田とか吉田正尚とか出ててきます今ヤクルトでセ・リーグ最下位でしたけど山田テストとかね今年は怪我でしたけど守護神石山とかね。 出てきてるじゃないですか。はい。育成能力ありますよね。ありますね。ということは、なんか、ロッテが育てられないとか、はい、そういうのって、全くの、もう、なんか事実無根というか、えそう、イメージと、何も知らない人が勝手に言ってるだけなんですよ。うん、育成能力ないチームなんてね、ないんですよ。確かに考えてみたら、監督とか二軍監督、コーチ陣も、 入れ替わるじゃないですか。ね、入れ替わるんですよ。ポ、はい、ンポは。ね、下手したら球団社長とか、はい、編成担当も入れ替わりますからね。そうですね。うん、だから確かに、うまい下手っていうのは、ないですね。いイメージ、だって全チーム出てきますもん、レギュラージ、はいえー最後は、本人の問題ですよね。ね最後は。やっぱり佐藤さんもじゃあ活躍できたのは、まあ、球団のおかげもあるけれども。 おかげもあるし、はいええ、でも最後はそこどんな教えがあったところで自分が頑張れるかどうかじゃないですか。うん、だって同じ人がいながら、全員が育たないですよね。うん、そうですね。まあもちろん合う合わないあるかもわかんないですけど、うん、全員が育たないですよね。ええ、それがもし最高なんだったら、全員育たなきゃいけないんですけど、うん、全員は育たないんです、うんはい、それ何かっていうと、最後は自分自身の気づきだったりとか、自分自身の努力だったりとか、うん、自分自身のことで、 こう差がついてくる。これでも社会でも一緒じゃないんですかいや、一緒だと思いますよ。<え>はい。新入社員、<え>じゃあ10人とって。 あの、一人がスーパースターになっただけで、育成能力あるって言われるんかって話じゃないですか。はい、もしくはすっごい有名大学出てきたやつが全く仕事できなくて、うんはい、10人取らなきゃいけないから、仕方なくあと二人もう誰でもいいからもうこいつ取っとこうかって言ったやつがすっごい成長するパターンもありますよね。うん、学生まで優秀だったのに、うん、社会人になった途端無能になる人もいるじゃないですか。<laughs> もしくはあの、社会人になった途端、うん、あの、仕事より遊びとか趣味に弾けすぎて、うん、そっちがおろそかなる人もいるわけじゃないですか。それって、 本人ですよね。そうですね。野球の世界でもそうですよね。練習よりもなんかプロになったら、なんか遊びの方が楽しいんだっ突然中しちゃう人もいるいでする、いる、いる。でもそれは本人じゃないですか。ね。あの、朝必ず遅れてくる人とか、そんなのはもう正せないじゃないですか。そうですね。球団は。でも遅れてくるからって言って、仕事ができるかどうかはまた違う話ですけど、でもそういうのって無理じゃないですか。 まあだからもう最後は自分の努力次第っていうことですね。そうなんですよ。だから育成も減ったくれもなくて、はい、そんなの育成力が弱い球団ってないんですよ。はい、あとは本人の能力次第なんですよ。うんうん、そんなこと言い出したら、もっと言いたいことありますけど、うん、あんまり言いすぎても、あれだし、個人票にバンバン出しちゃいそうだから、はい、あのこの辺でやめときます。はい